このボードルームには、はい、マッチはもう何回ぐらい結構入ってる？結構入ってますかね。はい、うん、まあはい、まあ契約の時もここに座ってね。緊張しない？しますね。一番最初やっぱユースから上がった時もうここで伝えられたので、うん、トップチームに昇格。じゃあ町の中では結構貴重な部屋というかね、はい、はい、あ、後ろにもねこの優勝した時のパネルがあって、はい、これな99年俺2年目の時とかね。いや生まれたばっかっすよ俺。99年生まれ97っす。そう2000年のやつとか、はい、まあ、ペナントとかあるけども、はい、なんか気になったやつとかある？やっぱりあの3連覇の時の、はい、一番見てた時代なんで、うん、はい、その時の、その時ですね、もうね飾ってある、はい、なんとなく筑波の何期生？3期生3期生、はい、あの筑波に入った理由とかっていうのはあるの？まあ家から近かったのが一番ですね。いいね、近くて、はい、あ、アントラーズあるぞ。で、アントラーズがあって、うん、はい、じゃあ行こっかみたいな、はい、行こうか。じゃあ一応なんかセレクション的なものを受けて。そうですね、セレクション受けました、はい、え、当時からマチはもう大きかったの？いや、中学校の途中に身長伸びたんで全然、うん、はい、あ、身長、じゃあ、はい、ジュニアでしょ？ジュニア4年生で入って、はい、そうです。その頃っていうのはそんなに？その頃は全然大きくなくてサイドバックとかもやってました。マチが、はい。でも前はやってないんだ。前はやってなかったですね。基本的にあの、はい、なんだろう、プロになる選手、はい、まあ俺もそうだったんだけど、もともと前をやってて、はい、でそこからこうどんどん下がってくるみたいな感じが昔のパターンは多かったけど、はい、町はじゃあもう最初から後ろで。そうですね、もともとあんま点取る喜びっていうのを知らないかもしれないですけど。ってことはじゃあこの間のゴールは？いや、あれは嬉しかったです。嬉しかった、はい、でもちょっとどう喜んでいいか分かんないのかなっていう。そうですね、はい、ワン君に飛びつきました。、はい、プロ初ゴールについてって、はい、でもあの時はもう無我夢中に。そうですね、はい、どこに当たったの？お腹です。お腹？はい、なんかポーンって当たって入ったよね。そうですね、はい、でまあそこにいることがね。そうですね、そこが大事です。大事だから、はい、その憧れてた選手とかっていうのは？もちろん隣に座ってる中田浩二さんです。はい、ありがとうございます、はい、っていうのは聞きたかったってことで。どう、ジーコと話した？いや、直接1対1にはしたいですけど、まあ、全体でやっぱり話した時はやっぱそうです、ね、やっぱ空気感変わったよね。空気感が違いますね、うん、なんかこう、なんだろうな、まあ、それは選手だけじゃなくて、こう全体の会社全体がもうピリッとしたような ね、はい、もちろん監督、コーチもそうだけども、はい、外国人もそうだけども、みんながなんかこうピリッとしてね。はい、そうです。何がっていうわけじゃないですけど、すごい空気感が、うん、はい、変わりました、うん、でやっぱここからね、ジーコがいることによって、はい、ジーコよく見てるし ね、 そうですね。で今はもう、はい、まあ、練習まだ何日かしかないけど、はい、常にね、はい、グラウンド行って、今日もね台風の中ね、はい、ずっとじーっと見てる、はい、見てました。あのじーっと見てるの結構怖いんだよね、はい、怖いですね。緊張感ありますね。そう、はい、俺も入った年とかは、はい、ジーコは総監督の立場でいて、でそうなんだよね。でまずじーっと見てるんだよね、はい、でちょっとこう立ってきてからアドバイスしてくれるから、はい、それがすごいね、うん、あ、ちゃんと見てくれてんだな。俺はフリーキックを教えてもらったりとかしたんだけど、はい、やっぱすごいなって。蹴り方とか見てて、うん、お前のこの蹴り方だったらフリーキックでここ狙えとか、はい、そういうのを教えてくれたら、やっぱその通り蹴ると、うん、やっぱうまくいくしね。だから三尾なんかもフリーキックね、ジーコに教えてもらってるしね。やっぱ三尾もジーコ来たらさ、試合前の居残りでフリーキック練習してるからね。あ、三尾もちゃんとやるわと思いながら俺は見てた。今期中にやっぱ上田を目指す、やっぱセルヒオ・ラモスでこう点を取れる選手を目指すってなると、何点取るんですか？何点取る？まあ3で。3点、はい、あと3で。あと3点、はい、だったら4点って。3よく5点にしよう。そうですね、5点じゃ、うん、あと5点、あと4点、はい、やっぱアカデミーの時の鹿島スタジアム、やっぱ思い描いてた鹿島スタジアム、はい、そして実際にプレーした時の鹿島スタジアムっていうのは違った、街の中で。やっ
ぱり違いますね。アカデミーの時もスタジアムではやってたんですけど、うん、やっぱりあんだけ人が入った中でやるっていうと、うん、やっぱりモチベーションも上がりますし。そうだよね。ボールボーイとか。あ、やってました。よくやってました。そうだよね。だからボールボーイでこう実際にさ、はい、その時俺とかいたのかな、まあ、いたか、はい、俺ゴール裏担当でしたね、はい、その時選手をこうプレーしてたところに実際立った時っていうのは、はい、やっぱりこっち側になるとなんかそうですね、やっぱり緊張感もありますし、うん、やっぱりホームで やれるっていうのはすごい心強いですね、うん、選手としては。そうだよね、はい、やっぱ鹿島のあのスタジアムの雰囲気っていうのは別格、はい、別格ですね。他のスタジアムと比べても、はい、はい、そうですね。やっぱサポーターの声もでかいしね、はい、そうですね。やっぱいい雰囲気を作ってくれるんだよね、はい、多分他のチームなんか絶対やりづらいだろうし、はい、だからアウェーでそういうのあんまり感じない。そうですね、あんまり感じないですね、うん、やっぱ鹿島のその雰囲気に慣れてるから、はい、うん、大事な試合が続いていくと思うんですけども、はい、まずチームにとって何が必要だと思う？そうですね、やっぱりこれから連戦もあるのでチームの総合力っていうか、うん、っていうのが問われる試合だと思うので、チーム全員で、このシーズンをしっかり乗り越えて、うん、タイトルを取れれば、うん、はい、そうだよね。個人的にもやっぱりもっと出場時間を、はい、そうですね、出てチームには貢献したいですね、うん、はい、まあ、ACL 天心ね、はい、楽しみだよね。モデスト、パト、そうですね、すごいタレントいるんで、うん、はい、まあ、出れたらしっかり抑えて、うん、やっぱり ACL は絶対取らなきゃいけないタイトルだと思うので、はい、